政府は豪雨災害に関する関係閣僚会議を開き被害情報の把握や人命救助に全力で当たる方針を確認しました中継です麻生副総理は異常事態であることは間違いないとして被害の拡大防止に全力を尽くすよう指示しました事態は極めて深刻な状況にありますので警察、消防、自衛隊、海上保安庁等々の各救助隊 一間となって人命救助に全力を挙げて取り組んでもらいたいと政府は今朝から警察消防自衛隊合わせて7800人規模の体制で被害状況の把握や被害者の捜索救助にあたっています政府はさらに自衛隊の増員を図る方針ですまた内閣府の松本副大臣らをトップとする調査チームを現地に派遣することを決めました さらに被害の全容把握のために自衛隊などのヘリが待機していましたが天候が回復しつい先ほどから情報収集を始めています今回の豪雨災害では去年の岩手の台風被害で派遣された自衛隊の3倍以上の規模で活動するなど政府として最大限の対応を行っています